パロボは嘘ついてないもん。アムロとコウジとヨウマは仲良しで、一年戦争の頃からの友達だもん。東方腐敗は宇宙人だもん。大王子ガイは劇場版に出てきて、アキトと一緒にダブル劇眼フレア決めたもん。バーニーはザクに詳しいもん。指からゲッタービーム出るもん。ミワ長官はギルガザ胸に乗るもん。ゴステロもデビルガンダムに乗るもん。ウーフェイもトイゴヒは加藤機関のファクターだもん。バルディオスは明日を救えたもん。シンマジンガーにグレートマジンガーと徹夜さんはいたもん。ゴーはベターマンだもん。アクシズはガンバスターでも押し返すのに時間かかったもん。証拠はフェンリルシターとバイストンウェルで元気にしてたもん。北進は最後のメガノイドだもん。アレンディは死んじゃうもん。タツさんはマイトガインのキャラだもん。ライディーンとラーゼフォンはシリーズもののアニメだもん。鍵爪の男はシャルルと顔見知りで C3 って呼ばれてたもん。冥王の攻撃では天のエフェクト出るもん。スパロボ知識ディープすぎない、姉ちゃん。この時代からスパロボプレイし続けたと思えばまあ。一周回ってある意味ガチオタだな。シロッコがデビルガンダムに乗る作品もあったな。ゴステロがデビルガンダムに乗る作品もあるからな。バルディオスは明日を救えたもん。せやな。そうだったよな。この子いつからやってんの？どう見ても一桁前半じゃねえか。エンブリオがバビコンのラスボスだったりもしたねえ。は？ゴヒはズール皇帝の部下なんだが？ん？シンアスカの上司なんだが？シンアスカはタスミヤ島に行ってるもん。モビルスーツはフェスプムへの対抗手段だもん。フェーズシフト装甲は独身対策を目的として開発されたもん。独身じゃなくて同化対策に開発された兵器だもん。加藤機関5番隊隊長にしてナタクのファクターなんだが？ナタクはマキナじゃなくてアルマ定期。シンクと共に天使様をもてあそぶ悪に鉄槌を下した中華連邦の友好を忘れたとは言わせんぞ。ガンタンクはスペリオルガンダムと天秤にかけられるほどの期待だもん。恐竜帝国が太古の地球を支配できなかったのは、恐竜戦隊10レンジャーと戦っていたからなのは知っているな。無限パンチ使用するたびに月の5大将がブチ切れてるもん。ドーム白黒歴史の管理者だもん。テッカマンブレードとデトネーターオーガンは関連作品だもん。旧テッカマンをオマージュしたのがオーガンで、さらにそこから逆オマージュをかけたのがブレードだからあながち嘘でもない。バンビ、ジャングル大帝、ライオンキング、みたいな間柄なんだよテッカマンとオーガン。ウィングゼロガンダムは本当なら、農業士並みで戦場全体にゼロシステム蔓延させて戦争を止める平和的なモビルスーツだもん。V ガンダムと同時参戦したらエンジェルハイローとも結びつけられそう。嘘じゃないもん、ブレイバーン今年のアニメだけどスパロボにいたもん。ラクスクラインの名のもとにレクイエムを売ったんだもん。本当だけど言い方。ミワ長官はドラグナーとダンクーガとガンダムのキャラだもん。ゼウスがエルドランとゴーグとファルセイバーと一緒にミケイネと戦ってたもん。スーパーバイザーは参戦作品を決めているんだもん。シンとキラは手を取り合ったし、議長は人類の明日を切り開くためにメサイアで特攻して助けてくれたもん。トロワはなぜなになでしこが好きなんだもん。波乱財閥はあるもん。よかったマクロスだけはまともだった。ガルトはなんか肌が緑っぽいだけだもん。ガルトじゃなくてガルドだもん。イサムはなんか頬がやたら痩せこけてるチャラ男だもん。YF21 のリミッター解除からの特攻攻撃は特に何のデメリットがないもん。SMS にボルテスチームはいるもん。ベスバーはおでこビームだもん。シンマジンガーに徹夜さんはいるのは間違ってはないだろ。ヒーロとソウスケはカロリーフレンドの味はフルーツ派だもん。マジンカイザーにも7つのマジンパワーがあるんだもん。テッカマンエビルは最後にブレードと和解して、逃がすためにラダムの大軍と戦ったんだもん。カッペイの声はねえだもん。アニメでもねえだもん。ガトーはハゲだもん。一年戦争最強の機体はコアブースターだもん。フルメタルパニックはギャグ要素強い作品だもん。フモックはそうだよ。フモックはね。ダナンは宇宙の海も泳げるもん。それは作者が勝手に監修で言ってるだけだもん。リューナイトにはペンパってペンギンのキャラがいたもん。ランパだもん、あとラムネのキャラだもん。 AT フィールドは超電磁スピンで突破できるもん。リーンフォースジュニアで人を倒せるもん。嘘じゃないもん、ストライクフリーダムガンダムはビルキスを元に作られた機体だもん。ニューガンダムは量産化されてるもん。されてないの？実は量産型ニューガンダムはペーパープラン。量産化する計画はあったけど、連邦やアナハイムの予想以上に早くシャアの反乱が終わったから、白紙になって試作機1機しか作られてない。量産型じゃないニューは量産されてたよ。公式化は知らないけど。量産型ニューガンダムの代表的なパイロットとして、マジでクオブレイが挙げられるぐらいには出番がない機体なんだっけ。量産型ニューガンダム出てくる漫画や小説がないからな。UC コミカライズでユニコーンのテスト相手で出す案あったけど、
ゲーム出演で人気ある機体をかませにするのはまずいかもって判断でできたのがシルバーバレットだったりする。神社花夢の正体は神隼人だもん。嘘じゃないもん。違うもん、ミネバだもん。神社花夢はミネバラオザビだもん。アムロさんは地下に G3 ガンダム隠してたもん。ゲッター戦はドグラニウムのことだもん。その5字はあかん。ゴーはベターマンだもん。これはベターマン側もえ、あいつ誰知らんってなってたじゃねえか。何がひどいってベターマン関係のケイタとヨウマたちが絡んでるのもあって、それなりにつながりはあるんだよな。メカザウルスと暗黒怪獣はほとんどが無人機だもん。ハロワがおーおーんって喋るもん。嘘じゃないもん。ほんとだもん。ほんとに富の痛んだもん。強化パーツくれたもん。嘘じゃないもん。たくさんはマジでなんなんよ。わけありとしのさ夫婦の面倒見てくれる気のいいおじさんだが、マイトガインには納豆エピソードがあるせいでガチで神話性高いんだよな。あのおじいさん探してマイトガイン全話見返したもん。嘘じゃないもん。ゴーグとガリアンは兄弟みたいなもんだもん。嘘じゃないもん。フリットじいちゃんはブルーディスティニー1号機の事故を目の当たりにしたもん。嘘じゃないもん。日本は2つあるもん。ゴライオンはガオガイガーと同じ宇宙出身だもん。さすがにメタスが修理装置積んでるのは嘘だったか。アフロダインは応急修理してる描写がある。メタスも補給シーンならあった気もする。サイレントボイスが流れる中の G フォートレスからダブルゼータガンダムフルアーマーへの変形シーンは圧巻だもん。ハイパーメガカノンを引っ下げてのハマーンとの共闘は激アツだもん。ギルギルガンを倒したらメカギルギルガンになって復活するもん。アシュラ男爵が復活させた暗黒大将軍はマジンガー Z とカイザーの決死の合体攻撃の前に倒されて、新マジンガーはハッピーエンドで完結したもん。ゲッタービームは股間から出るんだぞ。ゲッター戦は東方腐敗に詫びを入れたもん。グレンラガンのライバルはアンチグレンラガンだもん。カミナもまた一緒に戦ってくれるもん。オーラギリもハイパーオーラギリもあるもん。光子力とゲッター戦とザパワーと無限力からは同じ存在だもん。ビムラーも同じ存在だもん。デスティニープランでシロッコがベースのニュータイプ島田兵を量産しようとしてたもん。長い方針にはこういう使い方もあるんだもん。 D ボーイの D はドリームの D だもん。だもん。嘘じゃないもん。ケンプファーは水中でも使える機体だってキターンズのライラさんが言ってたもん。嘘じゃないもん。シャアは本当はアクシズ落としたくないし、心はアムロたちと一緒に戦ってるけど世界のためにアクシズ落とす側にいるだけだもん。グエル先輩はスパロボに今3人ぐらいいるって言ってたもん。フェルシーちゃんがそう言ってた。嘘じゃないもん。カテジナさんはまともになってクロノクルと一緒に仲間になるもん。ブライトがぶっ放す核は綺麗な核だもん。地上で撃っても平気だもん。そこそこ威力ある着弾指定型マップ兵器に愛が乗るのはもうちょっと手心をというか。四ツ谷博士は東方腐敗の盟友だもん。ブリッテン製ガルガンチュアの操縦系統をブルーガーのものに変えられるコネ持ちだもん。マジンガー Z0 がブレストファイヤー連発しても地球は大丈夫だもん。アサキムには過去に犯した大罪があるんだもん。嘘じゃないもん。クラマはヒトマンドラの元配下だもん。サラマンディーネ様は友人様と救世主様にお仕えする宴の巫女だもん。嘘じゃないもん。シャイニングトラペズヘドロンを打ち合ったら世界が停止するもん。嘘じゃないもん。フィンファンネルを切り払う量産型ヤクト動画いたもん。背びれがメタリックレッドのゴジラはチャージの時にボボンボンって音鳴らすんだもん。あと熱戦の色が青いもん。ジャミルとテクスはムーンレースでディアナ女王の元部下だもん。アルファガイデン。エヴァはゴジラと戦うために開発されたもん。カテジナさんは戦いを広げて命を奪っていく人たちを許さない人だもん。よくもまあこれだけ知ってるなメイちゃん。俺乳がんと F91 が同時期に出てた、出てない、くらいしか知らんぞ。指からゲッタービームはアークアニメでタラクがやったからな。マジンカイガーはマジンガー Z がゲッター戦で進化した姿だもん。嘘じゃないもん。シャイニングフィンガーソードは名教師水を得得した土門でないと扱えない必殺技だもん。そういや原作だと怒りの方で普通にぶっつけたような気がするな。クシーガンダムとバンシーはクロスボーンの機体だもん。キンケブが乗ってたんだから間違いないんだもん。仕方ねえ、少し借りるぜ。少しとは武神走行だもん。もはや問答無用だもん。武神走行だ。行動不能の偉人1分間だろうとトロンベを援護してやるもん。ダイナミックナックルを埴輪原人の小娘に叩き込むもん。第37話だもん。アニメだと第15話だもん。ボクサー状態でガンナーとドッキングしてフルインパクトキャノン撃てるもん。プラモでも再現したもん。ミワ長官がダンクーガのキャラだとだいぶ長いこと信じてたな。本当にダンクーガキャラだったらムゲ帝国はバームに比べて全く融和の可能性ないから、ミワ長官は味方なだけなんだ。
自分の功績のために民間人犠牲にしたりとかはするかもしれんが。ほんとだもん。ヤマトにキンケブとトビアが乗ってたもん。一緒にイスカンダルに行って地球を救うんだもん。嘘じゃないもん。三輪長官がガンダムの腐った地球軍長官の位置になるのはしばしばあるが、そのうち三輪長官に恫喝されて、言いなりになるためし言うなとか出るんかねえ。三輪長官そんな人じゃないもん。ロンドベルを殲滅しようとするジェミと不可可に止めるよう上層するくらいにはロンドベルと自分たちは派閥が違うだけって認識なのが三輪長官だもん。SMS にボルテスチームは小説版でマジでやりかけたらしいからな。違和感なさすぎてうっかりボルテスチームがいる前提で書きかけた。バイコダ中京。嘘ついてないもん。ケイサルエフェスは高森愛子ちゃんのゆるふわ無限力で浄化されて終身名誉 P になったんだもん。それはスパロボではなくデレマスでの話だ。罰としてゴングを鳴らせ。本編では力で倒すしかなかったのに、OG 出演待ち中にコラボで浄化エンド作られてるのほんと笑う。今週もスパロボ新作がやりたくなってくる。ズルしてないもん。1周目からやり込みできるもん。そもそもそこのステージ味方改造できないから何周しても変わらないもん。違うもん。非友会だけはちょっと前に自分にいるから離脱前に強化できるもん。レフィーナに SP 回復つけて、武器改造しておいて、必中かけて監視超重力衝撃砲撃ってどうにかしたんだもん。嘘じゃないもん。パワーローダーとブルーフレームセカンド L の偉人はオーブ防衛戦だもん。サガラカナメは公式だもん。今回の名字なんだっけ、となってるサガラファミリー。ニセデュークフリードはマクベの部下だもん。ドズルはクローンでもミネバのパパだもん。アクエリオンのアポロ関連はめっちゃ頭抱えただろうなと思う。深読み負け。ナノマシン処理はステータス補正がないのに、スキルコーディネートで上書きできない乗り換え専用スキルだもん。だけどアキトとユリカの原作最終話再現と、二人のダブル劇眼フレアが見られるからやむなしだもん。あなたはそこにいますか？って聞かれて、ミヤわかんだろって言ったもん。実際続編で言ってたな。ヘリコプターでも頑張ればヘル&ヘブンの直撃に耐えられるもん。シンジはエヴァ量産機相手に孤軍奮闘するアスカの救援に間に合ったもん。マゴロクイーソードを量産機戦で使ったもん。あの量産型エヴァもロム兄さん相手には思わずリアクション取っちゃうもん。漫画版とアニマで間に合ってるからな。マグロクはアニマで F 型装備初号機で使ってるし。君を見つめては F91 で流れたもん。ローズバットも劇場版なでしこで流れたもん。魂のルフランもジエンドオブエヴァンゲリオンで流れたもん。はい、メガキャノンの射程はこんなもん。第4次スパロボがデカすぎなんだもん。クレヨンしんちゃんとスタードライバーはクロスするもん。こらじゃないもん。宗主くんはいなくなってしまったもん。カズキの生存限界も迫ってたもん。ヘスターとも和解したもん。それはそれとして K のファフナーの扱いは納得できないもん。魔装騎士サイバスターのアニメはあるもん。長期対戦 SRX ってアニメもあるもん。スーパーロボットスピリッツのアニメもあるもん。CM で見たもん。ウィングゼロとダブルオーは兄弟機だもん。なでしこの続編はスパロボだもん。旧エヴァはスパロボの方がわかりやすいもん。原作で庵野監督が説明ぶん投げた第一始祖民族とか、白キツキとか黒キツキとか、冬月先生が解説してくれるもん。ダンバインは打ち切りアニメだもん。スパロボアルファじゃそんな感じでドレイク軍と決着つかずに外伝以降も出なくなったもん。第三世代アームスレイブは宇宙空間での運用も視野に入れているもん。嘘じゃないもん。キラたちアークエンジェル一行はいろんな作品の主人公にボロクソにこき下ろされるもん。ショーの魂はシオンと別れてバイストンウェルに再び降り立ったんだもん。だからシオンはショーに対してツンケンしてるんだもん。自分の黒歴史見てるみたいだから。コマンダーベンメルはモビルスーツコレクターだもん。バーニーが露格した RX78 はフルアーマーガンダムとしてガンドール隊で運用されたもん。嘘じゃないもん。トリノミアス3世はスパロボ公式も認知するほどの人気キャラだもん。嘘じゃないもん。スパロボ学園は半剣キャラの学パロが売りなんだもん。ウィンキーはとっくに倒産してるもん。メイのバカ、もう知らない。お姉ちゃんのウィンキー中。